さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルプロセッサー300になります。インテルプロセッサー300。こちらは先日発売したインテル14世代 CPU の中で、一番安い値段の CPU で、今までセレロンやペンティアムといったエントリークラスの CPU の新しい名称になります。じゃあもうセレロンやペンティアムは出ないの？今のところの情報だともう出ないみたいですね。ということでこちらのインテルプロセッサー300をレビューしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずインテルプロセッサー300についてですが、先日1月9日に新発売した新 CPU の一つになります。その中で一番下の16,800円で販売していた CPU となります。i3 より下ってことはセレロンとかペンティアムの立ち位置よね。そうですね、その辺も詳しく見ていきましょう。それではスペックを見ていきましょう。こちらのインテルプロセッサー300ですが、2コア4スレッドの CPU となります。この2コアは B コアが2コアのみで、E コアは搭載していないタイプの CPU となります。クロックは定格 3.90GHz となっており、公式ページにはブーストの数字は書いてありませんでした。プロセスルールはインテル7と呼ばれる10ナノメートルになります。メモリは最大 192GB まで対応で、DDR5 は 4800MHz まで、DDR4 は 3200 までです。メモリの最大チャンネル数は2で、最大帯域幅は 76.8GB 毎秒となっています。TDP は 46W で、木枠のラプターレイクリフレッシュ。内蔵グラフィックはインテル UHD グラフィックス710が搭載されています。ゲームとかには難しいですが、とりあえずモニターに映ればいいって人用の内蔵グラフィックですね。キャッシュは 6MB と L2 キャッシュが 2.5MB となっています。そして最後に価格が16,800円。これって高いの？安いの？そうですね、先日発売された中では確かに一番安いです。インテル14世代 CPU としても一番安い価格のものになります。おお、じゃあやっぱり安いんだ。それが実はそうとも言い切れないんですよね。どういうこと？これがその原因です。どういうこと？まずはこの2つのスペックを見比べたいと思います。こちらが一昨年発売されたペンティアムゴールド G7400 と今回発売されたインテルプロセッサー300のスペックとなります。あれ？これって、クロックが 3.70GHz から 3.90GHz に、メモリ最大 128GB から 192GB へ変更、と変わっただけの CPU なんですよね。まあもちろん TDP などを変えずに、クロックなどが上がっていること自体はすごいとは思うのですが、問題はここです。発売日の価格が、インテルプロセッサー300は16,800円、ペンティアムゴールド G7400 は14,479円、シュラミちゃん。これ見て安いと思う。クロックが微増とはいえ上がったけど、6000円も違うのね。これは確かに安いとは言えないかもね。ちなみに動画公開時点での最安価格は13,800円なので、それでもペンティアムゴールド G7400 の方が安いですね。って金上がりしてたことにびっくりしました。確かに。シュラララ。ではスペックの話ばかりもあれなので開封をしていきましょう。ということでまず最初にシールから見ていきたいと思います。シール？ CPU 単体の中にはケースに貼れる CPU のシールがついているのですが、今回インテルプロセッサー300についていたシールはこのように白ベースのシンプルなシールが入っていました。ペンティアムゴールド G7400 でさえ、メタリック基調のキラキラシールが入っていたのに、販売価格が6000円も違うのにシールも質素にしちゃうのはちょっとインテルさんやりすぎなんじゃないですか。それは確かに。ということで中身は CPU 本体とリテールクーラーが付属されています。今回の無印と F モデルにはリテールクーラーが付属されております。こちらが CPU 本体になります。刻印もインテル300とかなりシンプルな刻印となっています。本当にシンプルね。ではこちらの CPU を使って早速検証をしていこうと思うのですが。さっきのペンティアムゴールド G7400 を使うんでしょ。今回何と検証するのか結構悩みました。いやだからさっきのペンティアムゴールド G7400 と比較するんでしょ。ということで今回の検証はこれらでやりたいと思います。いやだからペンティアム。あれ、なんか増えてない。いろいろ悩んだんですが、前回の14,400F の動画のコメント欄でもいくつか来ていたので、この3つで今回は比較検証していきたいと思います。一応簡単なスペックの比較ですが。いやいや i3-12100F だけ4コア8スレッドなんてずるいじゃない。でもですねシュラミちゃん。シュラミちゃん、コア i3-12100F が発売した時いくらで販売していたか覚えていますか？確か1万円台だったのは覚えているんだけど。なんと、13,980円だったんですよね。今回のインテルプロセッサー300より安いじゃない。2年前とはいえ、今より安いっていうのはすごいですし、動画公開時点でも14,480円とインテルプロセッサー300と比べると安いんですよね。
まあ内蔵グラフィックのありなしもありますが、それでも比較としてはいい素材かなと思って、今回はこの3つで検証をしていきたいと思います。では今回の検証機のご紹介。CPU はインテルプロセッサー300、Core i3-12100F、Pentium Gold G7400、マザーボードは MSI Z690 トマホーク Wi-Fi。メモリはクレブ DDR5-7216GB×2枚を使いますが、速度は CPU に合わせて 4800MHz で測定しました。CPU はいつもならなるべく高い数値を出すように性能の高いモデルを使っていましたが、この CPU のスペックに合わせて GeForce RTX 3060Ti Eagle OC8GB にしました。クーラーはリテールクーラーでグリスはリテールクーラーに付属していたものは拭き取り、SMZ01R を使用しました。BIOS や Windows、ドライバーも最新のものにして計測しました。こちらが BIOS 画面です。きちんとインテルプロセッサー300で認識されています。こちらが CPU-Z とタスクマネージャーになります。さて、前回 14400F の時は、13世代からのリネーム品ということでしたが、今回のインテルプロセッサー300はどうなのかもチェックしてみましょう。ステッピングとリビジョンのところを見比べてみると、あれ、同じ。ということでインテルプロセッサー300は Pentium Gold G7400 のリネーム品ってことかと思います。本当にリフレッシュって何なのよ。私も聞きたいです。ということで早速性能検証行ってみましょう。シネベンチ R23? ではいつものシネベンチ R23 からやっていきましょう。左からインテルプロセッサー300、Core i3-12100F、Pentium Gold G7400 となります。いやもうコアとスレッドの差が出てるじゃない。まあそうなんですが、それは仕方ないことですよね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから。インテル300のマルチが3084、3639、シングルが1401。Core i3-12100F のマルチが7774、7721、シングルが1508。Pentium G7400 のマルチが3055、3411、シングルが1301でした。i3 が倍以上の結果は置いておいて、Pentium G7400 との差がほとんどないわね。微増っちゃ微増なんですが、誤差レベルって感じですよね。続いては最高温度とクロックの差です。これに関しては、この CPU たちならリテールクーラーでも問題は全然ないかなといった感じです。クロックに関しても公式ページに記載されているクロックが出ているので問題ないですね。ただやはり Core i3-12100F が強いっすね。ではゲーム系ベンチマークもやってみましょう。ファイナルファンタジー14。続いて FF14 ベンチマークです。設定は最高設定で今回は GPU が RTX3060Ti ってこともあり、フル HD のみ計測いたしました。映像を見てる感じだと300と Pentium はそこまで差がなさそうな感じもしますね。では結果を見てみましょう。やはり Core i3-12100F がスコアも FPS も圧勝していますね。また300と Pentium の差がスコア差が476、平均 FPS 差が4、最低 FPS 差が1だったので、まあ誤差レベルでの増加って感じですよね。新商品なのに。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はレイトレーシングオンのウルトラで、解像度フル HD です。こちらも結果を見てみましょう。レイトレーシングをオンにするだけでかなり重くなるゲームではあるのですが、平均 FPS 的にはどれもそこまで差がありませんでした。ただ、最低 FPS が i3-12100F だけそこまで落ちていなかったので、やはり FPS を維持するのは GPU だけでなく、CPU も大切だなってことがよくわかりますね。確かによくわかるわね。あ、ちなみに300と Pentium の差はどっちもそんなにありませんでした。見ればわかる悲しさ。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトになります。設定はパフォーマンスモードで、3D 解像度と描写距離だけマックス、解像度はフル HD になります。映像は地面に降り立ってから8分経過したあたりの映像になります。同じ GPU を使っているのに平均 FPS がかなり大きく違っていますね。i3-12100F が平均260を超えていて、300と Pentium が170前後といったところでしょうか。ゲームができるできないの話で言えば、どの CPU でも問題なくできていますが、やはり数字として出してしまうとどれが快適にできるのかは一目瞭然になってしまいますね。16000円が。では次。Apex Legends。設定は競技設定のモデルディテールのみ込んで、解像度はフル HD になります。まずは射撃訓練場の空爆検証から。というか投げた時点で FPS に差が出てるのも面白い話なんですが。やはり CPU って大事ですね。続いては実際の戦場にも行ってみました。全く同じ場面ではないので参考程度に見ていただければと思います。
と言っても先ほどの訓練場もそうでしたが、同じ GPU なのにここまで差が出るのもすごいですね。300の平均100前後、i3-12100F で平均220前後、Pentium の平均120前後でした。いくら状況が違ったとはいえ、やはりある程度快適にできるレベルにはなってほしいですよね。てか新 CPU 低すぎない。では次。動画エンコード。今回もハンドブレイクとは MM4 で解像度 4K の5分動画を再エンコードさせてみました。あ、映像は300のものですが、3種類の CPU で計測はしました。では結果を見てみましょう。この2つの動画ソフトなんですが、GPU よりも CPU の性能でエンコード時間が左右されるところもあります。i3-12100F で両方とも約15分。300と Pentium のは MM4 が約19分、ハンドブレイクが24分と26分。動画編集などをしたいって人は、もちろんソフトによっては GPU 依存のものもありますが、やっぱりある程度 CPU の性能もある方が良さそうですね。i3 強すぎる。では最後に。消費電力。では最後に消費電力がどのぐらいだったのかも見てみましょう。こちらはワットモニターで見た結果になります。やはり性能が出てる分 i3-12100F が一番消費電力が大きかったのですが、ゲーム中に関してはそこまで大きな差がなかったんですよね。なので、ブラウザやオフィス系で300や Pentium を使うのには向いているのかな。そんな感じがギリギリ感じれる消費電力の比較でした。ということで今回は、1月9日に発売となった新 CPU、インテルプロセッサー300をご紹介しました。あんた的にはどうだった？Core i3-12100F 最強、以上です。そうなるわよね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。